ハローアースノイド、水星の魔女にハマって、初代ガンダムを見たら衝撃的だったに対する、ネットの反応をお送りするよ。ちょっと待って、1話の冒頭からコロニー落ちたんだけど、あれってもっとこう物語終盤の戦争が煮詰まった、末期戦における狂気の産物みたいな作戦だと思ってたんですけど、初手で OP で人類の半数が死ぬアニメだ。面構えが違うぞ。まだ甘いぞ。人類滅亡寸前まで行ったやつ出たな。死んでないので殺し合いを続けられるな。100億人が1億人になっても殺し合いするのはもう言葉もねえよ。本編までに7回も対戦してる。マジで救いようのない世界。コロニー落としは初めてかい？まだ人類の9割を抹殺しろと命令されてないからセーフ。初手でやんなきゃ、ジオンが戦えるわけないからな。なお、ナレーションで人類の7割が死ぬのか。え、そうだけど、あまりに当たり前すぎてスレ主の反応が新鮮だな。こんな世界嫌だ。ガンダムファンは訓練されすぎているだけだから、これが一般的な反応だ。ガノタの頭はジオン星人にやられちまった。普通はそう思うんだ。普通はな、ジオン星人のコロニー落としで、たった1週間で人類110億人の半分が消し済みになった。ジオン星人って、こんな世界嫌だ。はっきり言って転生したくない世界としか。言ってみや北斗の剣みたいなもんよ。物語の舞台設定を説明するために、いきなり核落としたりするようなもん。コロニーの中の人はどうなったんやろな。死ぬ以外の道があるとでも。死に方がね。多分コロニー落としの前に毒ガスかなんかで殺されてる。ジオン星人、うちの思想に否定的だったコロニーの住民、毒ガスで28億人ほど殺して無人にしておきました。やっぱジオンって頭おかしいんでは？知らなかったんだ知らなかったんだよ。漫画のオリジンではそこまできちんと描写されてる。はっきり言って悲惨すぎる。なんか描写が細かすぎない？もちろん、後付けだぞ。制中剣取られた連邦側のコロニーが、コロニーを撃ってるガラスとかを、コロニー落とし用の装甲で強化されていってるのを見て、住民が俺たちの抵抗の意思をくじくためにやってると、勘違いして防衛の準備を進めてたら毒ガス注入されたんだよね。ガンダム初心者だからよくわからんけど、わざわざ毒ガスで殺す必要あるの？落とした時にどうせ死ぬんだからやる必要なくない。何か抵抗されると面倒いとかあるの？もともと反対派のコロニー住民がいたからじゃなかったっけ？それで全員毒ガスで殺すのはイカれているけど、落ちるまで意識あったらかわいそうだからと、始末してあげた。あと、反抗的な連中への見せしめ。核パルスエンジンとか取り付けてる時に、妨害工作される可能性もあるし、突然攻撃される可能性もあるし、何より中立コロニーの連中に逆らったらこうだぞ。っていう見せしめになるじゃろ。閉鎖空間であるコロニー住人にとっては、地球よりさらに毒ガスへの恐怖心が強いんじゃ。割と戦争の序盤にはコロニー落ちてるのよね。頭おかしいんじゃねえかな。冷静に考えて人類が宇宙に拠点作って生活してますって、舞台設定の SF を書き始めて戦争になったから地球に、その拠点叩き落とすわって始めるというのは頭おかしい。ザンボット3で人間爆弾とかやった直後みたいなもんだし、大ターンやってなければ納得すると思う。最初のザクがなんか回転つまみみたいなのを、回してゲート開けるシーンで変にアナログだなってなった。宇宙空間だとアナログの方が便利だからしゃあない。あと制作された時代。そこは、ザクのサイズを誤認させようという意図もあるので、なんか特殊な武装した人間かな、と思ったら巨大ロボットでしたって意外でしょ？そこで電子機器が軒並みバカになる、ミノフスキー粒子の設定が生きてくる。一応、ジオン星人のコロニー落としに対する反応、一例に過ぎないけど割とこんな認識。わずかか、ジオンにとってはわずかなのか。宇宙と地球だと、知識にかなり偏りがあるんだな。地球に行ったことがない人がほとんどで、海抜10メートル上昇がどんなにヤバいことかわからないんや。こうなったのは一部の人間が地球を独占してしまったため。つまり連邦が悪いんやで。かっこジオンの海抜10メートル上昇しただけなんて言えてしまう宇宙人だから、コロニー落としなんてやるんだ。海抜上昇のヤバさは宇宙生まれには伝わんないんだろうな。人類の半数が死滅し、人々は自らの行いに恐怖した。上、じゃあない、
切り替えていけ。有効な作戦なので続編でもコロニー落としします。待てや。効果あるなら何度でも繰り返す。それがガンダム世界。これで休戦協定で済んでるのやっぱ連邦優しすぎだよな。休戦や停戦は勝ってる側から結ぶものだからね。超高派のレビルがいなきゃ、連邦の政治屋さんたちは情報も致し方なしだろうな。後のガンダム作品でコロニーが落ちるときは、大体主人公たちが関わる物語の山場であってるから、一層初代の異常さが引き立つ。なんでそんなにポンポンコロニー落ちてるんだろうね。コロニー兵器って準備段階で住民の大量虐殺が必須やからな。残虐さの表現としては優秀や。コロニー落としを超える世界観を構築するシンプルイズベストな設定を超える方法って、なかなか見つけられないな。富野監督が、新作のガンダムでもまだコロニー落とししてるのか、って怒ってたらしいけど、そんな、簡単にコロニー落としのインパクトを超える案が思いつくなら苦労せんのですよ。スペースコロニーという宇宙に浮かぶ人類の知恵と勇気で生み出した、夢と希望の象徴が、狂気で加速し人々の加熱した熱意によって一夜にして、悪夢と絶望へと変わり果てるインパクトと来るや。コロニー落とし以外にもバグやエンジェル入ろうと、いろんな殺戮方法を思いつく富野監督が怖いよ。あと大規模破壊兵器といったらコロニーレーザーとか？コロニーはいろいろ使えて便利やね。コロニー以外にヤバいもの落とすといえば、ニュートロンジェマーかね。世界中のインフラを断つえげつない兵器。ブライト39歳？若。少なくとも艦長の役職に就くような年齢じゃありません。もう年上になっちゃったな。雑魚っぽいのが雑魚に乗って暴走してる。これは死んだな。お、デニムとジーンじゃねえか。1話見終わったけど、さすがに見応え凄まじかったな。アムロって名字じゃなくて名前なのね。アムロくんだと思ってた。庵野秀明が、これ以上綺麗にまとめるのは不可能だ、と言ってる第1話だぞ。ロボットに乗る動機や理由付けをたった30分でこれより簡略化できるか？いやもうほんと情報量膨大だけど、不思議とスルッと頭に入ってくるんだ。なんで？第1話として完璧すぎるのでは？エヴァの第1話もよくできているんだが、出撃シーンで終了だからな。シャアって1話からもう出てくるんだね。ライバルキャラってある程度主人公が戦いに慣れてから、出てくるものってイメージあったからちょっと驚いた。次回予告でもう3倍早いらしい。あれが出てきてもっと驚いた。展開が3倍早い。あ、もしかしてシャアってライバルというより、もう一人の主人公ポジション？確かにもう一人の主人公とも言えなくもないかもしれん。少なくともそのポテンシャルはあるよ。第2話見てきました。いろいろと言いたいことはありますが、まずお前第2話でもう素顔出すんかい？ガンダム仮面枠特徴、割とバレバレ、さらっと素顔出す。一回外したら二度とつけない場合も、だいたい金髪かっこ例外あり。俺も最近見たんだけど、シナリオやドラマは今でも通用するほど面白いよね。でもアニメーションとして見た場合はさすがに残念すぎるわ。カクカクだし、デッサン狂いまくりだし、そろそろファーストの完全リメイクやってええんやないか？ファーストリメイクはなくなった企画だぞ。アビコ・ヨシカズがやりたいと言ってても、バンナム・スクチャーズの上層部がやらないと決めた。他の誰にもやらせないという条件で納得させて終わったものだ。まだ映画でエピソードをいじるクルスドアン形式はあり得るが、きっと規模が弱いから無理そうだ。シャアさんアクティブすぎるでしょ。超現場主義やな。雨あられと銃弾飛ぶ中、悠々泳いでいく。当たらなければどうということはない。もっと余裕こいてるセリフだと思ってた。割とっつうか、かなりライブ感で生きてるからな。シャアは割とがばいところがあるやつだよ。スレったままも後々そうならんとは言い切れないが、友人の死で焼け酒したり、初恋の人の死を引きずり続けたり、情けなくて泥臭い、人間臭いシャアがみんな大好きなのよ。イケメンのライバルっていうロボットアニメの定番キャラ。シャアとかいう、記憶に残るセリフしか言わない人、他の人も名セリフはたくさんあるけど、シャアほどは残さない。令和にガンダム初見の反応見れるの楽しいな。